コットーミズホは、日本のキー氏、熊本県発の樹木医、診断業務や調査、公園づくりアドバイザーなどの環境事業も展開。その後、天然記念物や貴重な樹木の診断治療を手掛け、最新樹木診断機器ピカスを日本で最初に導入し、全国的に業務を行う。平成19年東京に進出新事務所、寄付、古付開設。現在、 国土交通省をはじめ観光庁からの樹木診断業務を中心に、企業の森林保全集計アドバイス、樹木意識力値管理、セミナーの開催、講演会講師のほか、熊本日日新聞でのエッセイ連載など、執筆業にも携わる。ピカス診断では全国に事業を展開中、二千一年樹木医合格、熊本県女性第一号の樹木医診断業務や、調査、 公園づくりアドバイザーなどの環境事業も展開。その後、天然記念物や貴重な樹木の診断治療を手掛け、最新樹木診断機器ピカスを日本で最初に導入し、全国的に業務を行う。平成19年東京にて、寄付・交付開設。現在、国土交通省をはじめ観光庁からの樹木診断業務を中心に、企業の森林保全集計アドバイス。 樹木意識力地管理、セミナーの開催、講演会講師のほか、熊本日日新聞でのエッセイ連載など、執筆業にも携わる。ピカス診断では全国に事業を展開中。平成22年一般の人が参加できる、樹木保護のための NPO、法人フォーエバーツリーネットワークを設立し、同会理事長も務める。2011年熊日出版より、初のフォトエッセイ。 木を見る女のつぶやきを出版。第5回全国出版社協議会。ふるさと自費出版大賞優秀賞受賞。翌年韓国語翻訳出版。平成26年株式会社木風に法人化。代表取締役就任。2020年東国宮国際文化法賞を受賞。2020年放送大学教育学部卒業。ありがとうございます。